よし。うん。そうね。あ、式場と化してるからな。うん。どこで指輪交換するんだろう。時計塔かな。あ、それはちょっとロマンティックね。新人式の結婚では夜かがり火とあんどんで夫婦の行く道を照らすんですよ。ああ。手が込んでんね。まあ、そうね。何から何まで手が込んでる。楽しんでますよ、やつは。まるでミチコみたいだな。もうね、牛尾さんがもうね、もうがっつり疑ってる。まあ、そりゃそうだよね。一番怪しい。まあ、ただ、確たる証拠がない。そういうキャラクターでもあるしな。まあね。うん。古書が見つかったら帰ります。それまでお願い。古書が見つかったら、使用式のことやるつもりじゃない。いやでもそれはまだ、なんだろうな、たたりって感じもないけど、古書には知ってはならないものが書かれているとか。だから M 村商店はそれでやられたわけじゃん。美智子はそれを狙ってついてきてんだな、きっと。ダメか。となるとあとはもう一枚張り紙読んで終わりだな。よし先生、歯を探しております。そうです。うん、うん、先生も私と姫ちゃんに会えてよかったですか。よかった。俺は歯だと思っちゃった。これなんか答え方によってはくれなかったのかな。いやいやいやさ、待て、女の子から歯もらったってどうなんだ。ね、第二ボタンもらったみたいなドキドキがありますよ、これちょっと。嘘でしょ、ちょっと。しびとあれかな、指輪交換じゃなくて歯の交換すんのかな。お互いの歯を抜いて、で抜いた歯をお互いに埋めましょうみたいな、こうやって死人から使用式への歯の贈呈ですって言って、こうやって歯を植えられてで俺も死人の口の中で歯をこうやって植えて、お前口何個あんだよみたいな。あの想像なんですけど、それマジで生徒が教えたんだ。これもしかしてさ、そういうパターンでもらえるのも今まであったのかな。離婚の話したんだ。ああ。何の歯なんです、わかんねえ。泉くんの歯かな。最初持ってたよね。ちびとの歯？ねえねえ。ってことはみちほの歯か。うん。歯が手に入ったな。とりあえず保険付きにするか。そうそう、来るよ多分。あ、来なかった。大丈夫、今俺ねモニターガードを今回から導入してるから。何それ。モニターのね、この画面サイズぴったりのちっちゃい型紙があったんで。そうなんだ。ヤバそうな時はそれで画面をシャッと隠してる。ああ、賢くない。いや、頭悪いと思います。いやもうね、あのマウスで小さくするのは間に合わないということが分かった。いや、メダイを変えるわ。あ、いいね。これ、ね、20% か。サスペンシブアクトはあんまり成功率高くてもらって感じなんだよな、俺的に。絶妙な数字が好きなんだけど。他のやつは何だったの、結局。ガネーシャの像って効果どんなもんなんだっけ、俺。ガネーシャ、あー、15% か。もうプラス 5% する感じ。あー、うん、失敗した時のあれも面白いからな。
ちょっとゲーム的な考え方しちゃうな、これどうしよう。もう一個分かった。残った例が二つやん。あ、バックね。そうそう。バック許可する？プラス 5% か。うん。いや、メダイユにするか。まあまあ、好きな方でいいんじゃない？何悩むんだろうな。バックは 4% なんだよな。1% 上がるのか。まあ、こっからさ、結構なんか、ぐっと辛くなりそうな感じもあるから。まあ、手堅くしといていいんじゃない？うん。OK。じゃあ、ちょっと一回セーブすんね。はい。よし、じゃあ、図書室行く前に生徒会室行こう。うん。あ、同僚さんいないのか。安心しますね。ちょっと休憩してきません？うん。はーい、全書します。このなんか、しびと本人じゃないと出せない余裕なんだよな、これ。って思っちゃうよな。着々と疑いが深まっています。疑いのね。でまあ俺はまあ信じてる6疑い4ぐらいだからまだ大丈夫大丈夫。まあ俺言うても8以上疑ってるんだけど、うん、坂本先生もちょっとね怪しいとこあるんだけどな。坂本先生があんまり絡んできてないというか、あ、まあ、まあ絡んできてるか、主人公のこと煙たがる教務主任みたいな。うん、教務主任大量のオケラを話そう。オケラさて、じゃあ行きますか、図書室。問題の。阿部君いてくれ。阿部君帰ったって。手を引くって言ってたんだから。僕らの阿部君がいなくなっちゃった。これは。ああ、癒しキャラだったのに。うん、カウンターに置いてないは。雑な置き方、それ。ここちょっとありそうなんだよな。ここから調べようか、うん。植物関係。うん。牛ちゃんの餌か。あとはないか。ここ道をずっと見てると顔変わるとかないかな。ずっとここに目を置いて30秒放置すると。ちょっと。そんなに見ないでって言ってるから、死人が急にサブリミナル的に出だすとか。そのホラゲとかのねやりすぎですね。百科事典系ね。お、これは甲虫大全が戻ってきてますね。素敵な甲虫が見放題ですよ。借りたやついたのか。うん。でもカブトムシとかでしょ、甲虫だから。かえこちゃんばっかりで。おお、男の人が水着のグラビア誌見るときってこういう気分なんですかね。そうなんですか。なんだろうな。まあなんかそう、性的な欲求みたいなのが刺激されるんじゃない。じゃあ、みちこは今、甲虫で満たされてる。こちょさんがまるでなんか自分は違うけど、しおさんはそうなんですかっていう聞き方だったけど。いやいやいや、お前だって水着のグラビア見たら、それなりになんかこう、あるだろう。なんか、リビドーみたいなの。そうね。あるだろうね。何ぞ。恥ずかしがらなくていいんだよ。男子たるものみんなそんな感じだからな、多分。アクティオンゾウカブトとかベリーベリーキュートだな、この角のシルエット。名前はかっこいいな。ああ甲虫、甲虫歓喜の音がした。甲虫が欲しいで、甲虫が。こんな甲虫は嫌だねえ。ミチコがその図鑑見てる時の高揚感は俺がこう歯を拾った時のと似てるのかなみたいな。サンキュー。どうしてこんな場所に。聴者みんな思ってる、それ。これさこれさ、これやっぱりミチコなんじゃないの。甲虫図鑑見てたら歯が挟まっちゃって。あ、そこに入ってたってこと。それで、あー、そうか、さっき手渡しもしてくれたしな。ね、ここ私ちょっと抜けちゃったからこれあげるみたいな。本当に自分かかりてたんじゃないのかな。
貸し出し記録見てえな、どっかないかな、ないかな。疑念が深まる。ここだな。はいはい。特別な本が保管されている。うん、鍵がかかってんじゃねえの。開いてんのか。うん、書庫をチェック。 H の共同資料はフルチーズ。うん、ないじゃん。ねえねえ先生、 M バナルが書いてますよ。え、仙台校長が自費出版した H の共同誌。へえ。うん、はい。あー、立ってる。学園の場所が中心だったんだ。独特の信仰や風習が存在したが、文明開化以降徐々に失われていった。明治末期に起きた疫病で人口が激減。疫病はこれらとされているが、生き残った村人はシビドのたたりだと言っていた。何を指すか今となってはわからない。関わりなら、その信仰と関わりなら存在かもしれない。 M 村では独自の土地神が日中祀られていた。その片割れならう虫神様というようだ。歯は関係してそうだな。なんかありそうだね、これ。虫歯様。電車が残ってないで詳細不明だが、常世神のように虫を神格化していた。虫神様祭る神社はもともと木の原学園の旧塔の建っている地にあったという。学園創立の時にはすでに半壊していたため、それを取り壊し旧塔を建てたというわけだ。あ、おいおい、みちほが虫好きなのが結構説得力持っちゃったよ。初代校長である近衛玄三は、神社取り壊しの際、虫神様や病で死んだ村民の霊を慰めようとした。そのために作られたのが渡り廊下の社だ。ああ、あれね。うん、ああ、はい。教員や生徒はこっくり神社と呼んでるが、それは誤解だ。中庭に残る虫神神社の、駒狐から連想し名付けられたものでしかない。そうなんだ。じゃあ、虫を祀ったやつなんだな。うん。あそこに祀られてるのは虫神であって、じゃあなんかムカデがいたのも別に普通ってこと？本来いていいものだったんだろうね。ムカデはいていいんってことだよね、あそこに。うん。神社が壊される前。うん。そうね。お札の写真ですけど。ムカデを選ぶなんていいセンスですね。モチーフは大ムカデかな。写真を指さす。なんかどっかで見たことあるような、ないような。これは軒先にあると薬剤から逃れられると信じられていた。薬剤来そうだけどね、これ。そうなん、なんか見たことあるんだよ、これ。阿部くんは、あくれ悪霊対戦だから。バカ言うな。どっかで見た、確かに。こっくりか？お札？わあ、もうファイルがねえな。選択肢は？ああ、そうそう、これ。そう、これだ。シャワレしかなかったぞ。あのシャワレ捨てちゃまずかったか。いや、でもあれはああしないとね、ね、救えなかったもんね。疲労は死んじゃった可能性あるからな。うん、確かになぜお札を貼ったんだろう。コックリョウさんの噂を恐れたのか、何かを恐れたのか、誰が貼ったんだろうね。あんたすごいよく思い出すね、いろいろと。あ、そうなの。みちほへの疑いがどんどん深まっていく。え、違うの？どこ？時計と？確かに、あの時はすっかり混乱したけど、確かに見かけたんです、間違いなし。あ、時計塔じゃない？違う、あれじゃない？霊園じゃない？エス霊園？美術準備室って、あの、みちほがなんか変貌してたとこだよな。エス霊園前で結構、
そうなってたよ。そっか、混乱して帰ったやったっけ、先。うん、違うんだ、うん、そうなんだ。じゃあ、ビジトゲトじゃない、あ、そうか、なんか、なんか意識覚えてないけど、いつもかトゲトいたって言ってたもんね。見かけた気がする。でも、トゲトの鍵ないよ。持ってない、みちお。持ってんでしょ。実は私、鍵見つけたんですよ。あー、すごい、さすがみちお。もう犯人確定だね。確定って。あの時、愛したじゃないですか。お前が開けたんだろ。絶対、絶対この鍵なんだ。これで今いただいてるんだわ。だって前夜行った時は開いてなかったじゃんね。肥料とか馬車で行った時。だってね、鍵になるのはみちほですものっていう。開けたんでしょ、あなたが。俺らの疑い方半端ないけどね。これはちょっともう保健室行くぜ。じゃあ行きますか。はい。渡り廊下へ、レッツゴー。レッツゴー。うわ、真っ赤だな、ほんとに。ちょっと何かあるかもしれないから。両母さん。あっ、何やる。うん、電話？みちょに電話？ひみちゃんか？なんだ、ひみちゃんか。これから時計と行くとこ。うん。死人がいてもへっちゃら。だって私襲われないもん。怒らないでよ、ひみちゃん。30分以内に帰るからさ、嘘つかない。おお、大丈夫。右上に30分とかタイマー出ない。ゲーム変わっちゃう。ゲームが。ひみちゃん先生が好きだし。また適当なことを。根拠があるの？ちょ、詳しく聞かせてもらっていい？食いついた。お利口さんのひみちゃんが坂本先生の注意を無視して先生のために頑張ってるのはそれ以外考えられませんよ。そういうものです。面白いものか。あの子と仲良くしてあげてね、先生。仲良くしたら先生終わっちゃうんだよな。ちょっとひみちゃんが死人で、みちほは死人の使いみたいな感じ。だからね、ひめちゃんからね、目をそらすためのね、資格だと思うんだ、みちほは。じゃ、こっち側行ってみろ。うん、ダメだね。中には行ってみっか。はい。はい、あ、僕。あ、ちょ。先生。さっき3人で行動したさあるな。ふんね。そういえば、前に聞こえた声あれ何だったんだろう。なんだっけ。無事を願った時妙な声が聞こえた話をした。あ、そんなことあったっけ。お稲荷様のものだったとか。ああ。いい人じゃん、お稲荷様。その願いが届いて、あ、不吉な声だったのか。その願いが届いて二人を殺されずに済んだとかないかな。今回も耐えてますね。今回もじゃあもらえない？お稲荷様。物欲。実験してみましょうか。え？もう一度願ってみてくださいよ。俺が目閉じられてに歯を浮くんでしょ、どうせ。そんな感じでしょ。絶対そうでしょ。あ、先生、そのなんか置いてありますよって。もう疑い方がもう何も隠さない感じだ。やってみっか。やってみよう。生徒の言うことだしな。で、後ろから声色変えて言うんでしょ。婿様。これ違う願いだったらどうなんだろうね。お金くださいとか言ったら。そしたら多分ゲームオーバーや。バレんのかな。何を願おうかって出てきてさ。おい。絶対ポケットに入れてる歯を出しちゃうだろ、これ。みちお、ちょっとそこでジャンプしてみ。ちょっと軽くでいいから。絶対歯を押してくんじゃないの。ポケットがポロー。先生、キスの方からこれめっちゃ疑ってても申し訳ないんだけど、これ信じよう、信じましょう。もう
俺はミチを信じるぞ。じゃあもうミチホと一緒になってからこれで歯3つ目だからね。めっちゃ俺らあった。よし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 。マジで行きましたね。声が聞こえなかったらどうしてだろう。歯の持ち主が後ろにいるんだもん。そうか。うん。それでミチコ全く関係なかったらもう我々ピエロよ。まあでもその可能性高いよ。うん、ね。やっぱ今のところミチコ本命で、うん、うん。シビトマギレステークスはミチコが今本命で1番人気で2番人気。大穴狙いでも校長先生が来て。校長3番人気で大穴は坂本先生だから。4頭立てで校長と道穂と同僚さんと坂本先生が今走ってっから誰が抜け出すか時計と行けば分かるか。阿部君入ってこないかな。阿部君はもうあの退場宣言してたからね。鳥居前はいけないか。 お前もう来ないはずじゃなかったのか。うん、よっしゃ時計と行くか。え、何あの最高峰から一気に阿部くんがまくり上げてくるってこと。そう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 。猛然とした勢いで阿部くん、阿部春明が追い上げてきたって。ものすごい末足だ。僕が死人です先生って。あーもうそしてもう興奮を隠しきれなくなるして。さてやっと入れるか。まあ人形少女はいるんだろうな。緩和装置を作っている。そうだよねやっぱね。うん、鐘の音が聞こえた。これもしかしてまた使用式にしか聞こえないやつか。うん、開くねこりゃ。さあ開いてんね。なんでだってミチホがいるもの。時計と謎を解きましょう。重い扉だ。おお、こういう感じ。ムカーデがいる。ムカーデが、まあ正直ついてきてくれた方がいいかな。見える範囲にいてほしい。扉を見張っていてほしいんだ。閉じ込められたら大変だろう。え、離れる方がやばくない。出口の確保を任せることは気をつけてね先生。出口に敵を置いてどうする。時計と謎出ていった。やだやだもう帰る。うっ、怖いんだよ。みちこが加わった。あ、ごめん、やっぱ加わった。全然調べてなかったから。帰りみちこいないパーティーなんだろうな。お札が貼ってある。うん、調べる。うん、板を剥がさなければ。強度資料メモでは多分どっか手にいるんだろう。よし。うん、おっと2階行くしかないよ。上にね道具あんのかな。はしごなのかここの時計と。お、階段じゃないんだね。うん、道具がないのか。溝にいびくらいに入れそう。ほじくり出すことはできないか。ほじる。ほじる。いやだ、メモで取って。どう使えばいい。ほじるぐらいメモでもできるだろう。ほじほじ。え？マジで？あ、やっぱ道具いるんだ。隙間少し広がると取れそうだ。硬いものに叩いて、ほじって、ほじほじ、ほじほじさせられてる。何回もやればいいじゃん。携帯とか持ってないのかな。ないない。道具結構いる系。上に、やっぱ一番上とかに。うわあ！殺す。殺せ。何を？ういっ。
てー、何を殺せばいい。でムカデ食った時より全然ダメージ少ねえわ。ムカデの方が怖かったぞ。殺せ、俺のことか。最上階か。最上階だな。人形いないね。うん、結構殺風景だね。ね、バールとスパナが入ってました。あ、両方持っていけるのか。ん、待てよ、あの歯取れるな。てか いないよね、人形が。いないよね。ここは最上階だ。祭壇でどこにもなかったぞ。どういうこと？一番下か。俺が入った時だけない。ムカデの呪いを解けばなぜないんだ。うん、キャビネットを開けられるかもしれない。まあ開けるか。